はい、もう教員になることを重くようにしていたのでその勉強をしたいと思っていてそこから授業とか部活動とかに取り組んでいてそこから得る,得るものがあると思ったので大阪体育大学に入学しましまたもともと僕は高校の保健体育の先生を目指していてでそこから勉強をしていたんですけどいろんなボランティア参加していく中で障害のある 子どもたちと接していく中で特別支援学校も面白いなと思ってそこから興味をを持って特別支援を選びました、はいえー、勉強は始めたのは2年生から始めてでもその始めたのも参考書買ってもうパラパラって見る程度で本格的にその筆記対策始めたのは3年生ぐらいからで、えー、都道府県の過去問を解いたり参考書を解いたり。 したのはすごい目標はまずもう授業がすごいしっかりできる教員ってのをまず目指したいと思っていてまず学校はやっぱり生徒に授業することがまず基本だと思うので授業力があるとやっぱそこから生徒からの信頼であったり保護者からの信頼も得られると思うのでまずしっかり自分が知識をつけてそこから えーまあ、工夫のある授業であったり生徒の興味関心を引く授業をできるっていう勉強とか部活とかバイトとかいろんなことあると思うんですけどそれも全て自分の将来につながってくると思うので有意義な学生生活を送って自分の夢をつかんでください